最近本とかあといろいろ動画を見ている中で本当に気づけてよかったとか、これ知れてよかったなっていうことを、せっかくなんでランキング付けベスト3だけでも言おうかなと思います。ざっと今思い浮かぶ中で話していくんですけども、一つ目がぶち抜く力に書いてあった短期一点集中ですね。短期的に3週間って与沢さんは言ってたんですけど、短期的にその一つの物事を決めて、これをやるって決めたらそれだけをやるという、僕みたいに優柔不断だったりいろんなことに手を出す人は中途半端で終わしちゃうと結局何も残らなくて、例えばブログでも始めたのはいいけど結局続かないって、今までかけた労力だったりコストとかが結構無駄になっちゃうと僕の前にあったんですよ。ブログ一回始めて挫折してやめちゃったと。だからそこでやめるんじゃなくて、もうやり抜く、そして短期的にやり抜くってことですね、僕にはすごい合ってたなって思ってね、紹介してみました。次、エッセンシャル思考っていう、本に書いてあった、そのままのエッセンシャル思考っていう思考法なんですけど、これはやるべきことだけをやってそれ以外を極力やらないっていう、この極力やらない部分を明確にしてやらないようにするっていう、これが結構難しくて、意識してても無意識にやってたりするんですよね。こう YouTube 撮影だったら動画を撮ってそれをアップロードする、でその中の内容とかネタが重要じゃないですか。だけどそれ以外の準備だったり移動の時間だったり、ほとんど関係ないようなことに結構時間とか労力をかけちゃって、生産性とかが下がっちゃうよねということで、いらないものを極力ゼロにすると。そうすると労力とかエネルギーがその分重要なこと、その内容を考えたりネタを収集したりっていうことに使えるから、そっちの方が効率いいよねということで、エッセンシャル思考、僕はすごい、これ本当に知れてよかったなと思いました。多分仕事でも本当にやるべきこととか課題とかも本当にやるべきことっていうのにだけ注力を当てる、それ以外の会社に行く移動時間とか、これ多分ミニマリスト的な考え方だと思うんですけど、本当に重要なことだけに力を入れると、それ以外を極力省くという。僕は今回サンダルですけど、このサンダルでも毎日靴下履くっていう時間とかも結構省けるんですよね。まして毎日やることで省けるものとかいらないだろうなっていうものを省くだけですごい時間ができるんですよ。その分使うエネルギーとかもね、避けるので、すごい効率的だよということで、エッセンシャル思考です。はい、で次、ゼロ秒思考です。これはゼロ秒思考って言って本に書いてあるんですけど、その本に書いてあるやり方はもう一つ、たった一つ、 A4 用紙のコピー用紙にこうやってメモなり、やることリストなり、それをただただ思いつく限り書きまくるっていう、これだけなんですけど、めちゃくちゃ良くてですね、僕はそれを知ってからずっとやってますね、ほぼ毎日。アキオブログさんっていう YouTube やられてる方とか、マコナリ社長さんとかもゼロ秒思考を読んで、もうずっとそれからやってるって言ってて、僕もそれ出会ってからずっとやってるんですよ。これが良くてですね、メモの魔力とかあるじゃないですか、本で。で、僕もそれ読んでメモ帳買ってやったんですけど、なんか続かなかったんですよね。僕は結構メモ帳には合わないんだなと思って、書いてもあんまり復習しないんですよ、めんどくさがって。なんですけど、これはメインは復習じゃなくて頭の整理なんですよ。頭にあるものをこう紙にアウトプットして、そこからアイデアだったり頭の中を整理したりっていうのに使うので、基本振り返らないようのメモという感じですね。ゼロ秒思考っていうからには早く書くっていうのがポイントらしいんですけど、正直僕はそこは別に意識しないでいいかなと思ってます。なのでとりあえず紙にもう思いつく限りやりたいこととか、YouTube の戦略でもそうですし、なんか物事課題とかレポートとか出すとか考えるときにすごい使えます。マジで使えます。でペンも一応ね、本で紹介されてるのはあるんですけど、それは正直もちろん書きやすいっちゃ書きやすいんですけど、別にサラサのボールペンの方が僕個人的にはいいかなと思うので、別にその本に書いてある専用のペンは全然買わなくていいです、本当に。で、あとこのファイルもゼロ秒思考の一応推薦されてるファイルなんですよ。ここに挟むところがあって、でここにコピー用紙のストックを挟めると、なのでここに挟んでこうやって書くっていう、でもね、これね、欠点がここ挟みづらいんですよ。いちいちこうやって開けてってやっと、すごい結構ねめんどくさくてですね、なのでもうちょっといいファイルがあると思うんで、一応リンクに貼っておきますけど、これのファイル、このストックできるっていうのはすごいいいんですよ、本当に。ゼロ秒思考では1日10枚が推奨されてるんですけど、別にそこは枚数は決めないでいいと思います。ただおそらくこれをやる方は結局10枚ぐらい書いてることになるんじゃないかなと思います。僕もこのやり方に出会ってから本を読むときとかもこうやって書くようになりました、本当に。そうしたら本当にね、情報の収集力といいますか、
得れるものが全然変わってきたんですよ、本当に、うん、でこれでやることも明確になってっていうことで、もうすごい変わるので、もうぜひもうね、信じられない方ゼロ秒思考読んでみてください。さらっと読めます。それに書いてあることはこれだけです。 A4 用紙、コピー用紙にとりあえずメモを書きまくれと、思いつくこととか考え事を書きまくれと、そうすると頭の中整理されるからっていうことで、ゼロ秒思考すごくおすすめなので見てみてください。本当にすごいおすすめです、これは。で次、僕は今月出会ったのかな、それは貯蓄と、あとお金について見直すっていうことですね。まあいろんなところ言われてるかもしれないですけど、僕にとってはすごい大きな出会いでして、僕の中ではもう貯金なんてしなくていいと思ってたんですよ、若いうちは特に、うん、若いからこそお金の価値が高いので使った方がいいなって思ってたんですけど、でも貯金には2種類ぐらいありまして、一つは老後の安心を取るために蓄えておくと、もう一つは次の投資だったり次のチャレンジのために軍資金を備えておくっていう、この軍資金を備えるっていう考え方が僕にはなかったんですよ。なのでお金を生み出すための軍資金を貯めることは絶対必要っていうことを最近学んだので、別の動画にも出したんですけど、貯金用の口座を作りましたと。あとクレカを捨てたり、キャッシュカードを捨てて貯金しかできない口座を作ったりとか、すごい変わったんですね。でそれによって本当に今必要なお金っていうのが手元に残るから、それ以外は貯金してるから忘れるんですよ一旦、うん、いくら貯金してるとかもほとんど忘れちゃうと。だから今手元にあるものでやりくりしようって思って、結果的に節約になるし、結果的に無駄遣いも減ると、うん、これめちゃくちゃすごい、僕は結構無駄遣いする派で、手元にあるお金とかはとりあえず使っちゃうっていう結構性格子供の頃からあるんですけど、それがすごいなくなってはいないですけど、まあそれが結構改善できてきたかなと思います。で、ある時に今回の僕ブログ作ったんですけど、そんな時のようにいつか必ずお金が必要な時が来ると、うん、ブログを作った時はだいたい1万5000円ぐらいかかったんですけど、テンプレートっていうの高くて、うん、でもそういうのを作ろうと思った時にお金がないとやっぱり作れないとかね、できないとかあるので、その時にいざっていう時に使えるために軍資金用意しておいた方がいいよということで、であと情報を発信する側とか商品やサービスを提供する方にぴったしな方法といいますか考え方なんですけど、とにかく顧客とか視聴者さんとかに役に立つ、感謝される情報をもう与えまくると、無償で与えまくると、で後からお金が入ってくると、それは副産物としてっていう考え方です。これはファッションにすごく詳しい MB さんっていう方とか、あとギブアンドテイクっていう本に書いてあったことでもあるんですけど、とにかく与えまくれば後からその感謝代としてお金とか副産物が入ってくると。さらに最近読んだ本で安売りするな価値を売れという漫画なんですけど、これがやばい、僕がすごい出会えてよかったなっていう思える漫画でして、僕は今まで情報とか役立つ情報とか誰かに感謝されるようなことをしなきゃいけないなと思ってブログをやってたんですけど、今後はそれプラスアルファ個性をダダ漏れさせろと、うん、その安売りするな価値を売れに書いてあったのは、自分がやってる意味をつけなければ結局誰かに真似されて廃れていくと、うん、だからまあとても役立つ情報があったとしても、今はすごい情報型時代ですから、僕がやらなくても誰かが必ずやってるんですよね。誰かが発信してるんですよ。だからそれを丸ごと同じことをやったとしても、自分がやってる意味がなくなっちゃうんですよ。その、ただ真似事をして。でもそこに自分がやってる意義、差別化させるためには、もう自分の好きなこと、個性を出しまくると。すごいわかりやすい例だと、岡田奈々子さんっていう YouTuber の方、知ってる方多いと思うんですけど、その方を見ると、すごい個性の塊だなって僕は思うんですよ。で、それがもう差別化できてて、誰も真似することができない岡田奈々子さんしか作れない動画ができてると思うんですよね。好きな食べ物を作ったり、昭和館の背景とか、家の感じとか、あと、食べる時に好きな映画の話をしたり、作る時とかも、まあ、いろいろ自分のリアクションだったり入れたり、あと髪型とか服装とかも全部自分が好きなもので固まってると思うんですよ。で、それが結果的に好きかける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 で、結果的に差別化できて、岡田奈々子さんっていう、人にしかできない動画ができてると思うんですね。だからそれを僕も目指さなきゃなと思いまして、もっと個性をダダ漏れさせて、こういう動画の会話でも、自分の好きな映画の話だったり、まあ、好きな服だったり髪型だったり全部好きで、それを伝えられるような、そんな感じにしていかないとなと思いました。なので、まあ、この安売りするな価値を売れとギブアンドテイクを掛け合わせると、役立つかける個性
っていうものを、まあ、まず発信しまくろうと思いました。まあ、これがねどうつながるかわかんないですよ。もしかしたらマイナスな方に行って登録者も減るかもしれない。だけど僕の中ではやっぱりその本にも書いてあったように、個性と誰か見てる人に役立つ、喜んでもらえるような情報とか、まあ、コンテンツを作るっていうのが大事だなと思いました。これはまあ商品だったりお店を作るだったりサービスを提供するでも全部同じ共通する、まあ一つの法則なんじゃないかなと思いました。まあそんな感じですかね。ちょっと長くなったのでここら辺で終わりたいと思います。ベスト3言ってなかったので簡単にまとめると、エッセンシャル思考って言ってやらないことを明確にして極力やらないっていう思考法、そして、ゼロ秒思考、これはもう A4 用紙にただただメモとか、まあ、考え事を書き殴って、そして頭の中を整理すると、あとは短期一点集中、短期的にやることを一つだけ決めてそれを3週間以内にやりきると、それ以外は極力やらないでそれだけを短期的にやって成果を上げちゃうと、とりあえずで、あと役立つかける個性だだ漏れという考え方ですかね。すごい僕はこれを知っただけでも良かったなってすごい思います。僕が喋っただけだと多分伝わらない部分が結構あると思うので、今回紹介した本とかもリンク貼っておきますので、もしよかったら Amazon から買ってみてください。本当にこれは全部1500円以上価値あると思います。まあ読み手によってもね環境とか状況違うので吸収力も変わるかもしれないですけど、でもこれを知識は全部これから使えると思うので、もし興味がある方は読んでみてください。すごいおすすめの、何冊だろうわかんないですけど全部おすすめでございます。はい、ということで、まあ、こんな感じの動画を毎月1回はやりたいなと思います。今月学んでよかったとか知ってよかったランキング、これは本だけじゃなくて動画とかでも知れてよかったっていう考え方とか生活習慣とかいろいろ上げていくので、もしよかったらこれからもチャンネル登録して待っていてください。それじゃあありがとうございました。バイバイ。